大垣市、有料指定ゴミ袋方式、ゴミ減量化を目指して。大垣市はゴミの減量化を目的として、令和5年1月1日から家庭ゴミのうち燃えるゴミと燃えないゴミについて有料指定ゴミ袋方式を導入します。そこでこの新しい方式についてご案内します。近年大垣市の人口は減少傾向にありますが、ゴミの排出量は増加傾向にあります。ゴミの増加は処理費用の増大だけでなく、最終処分場の逼迫や地球規模での環境問題につながっています。こうした中、令和5年1月1日から有料指定ゴミ袋方式を導入します。では具体的にどう変わるのかご説明します。現在大垣市の家庭系ゴミの分別は5種類に分かれています。燃えるゴミ、燃えないゴミ、有害ゴミ、資源ゴミ、大型ゴミです。このうち今回の変更の対象となるゴミは燃えるゴミと燃えないゴミの2つです。有害ゴミ、資源ゴミ、大型ゴミについては変更ありません。それでは初めに燃えるゴミについて見ていきましょう。燃えるゴミはこれまで無料の可燃ゴミ処理券を市販のゴミ袋に貼って出していただいていました。令和5年1月1日からは燃えるゴミ用の指定ゴミ袋で出してください。なお令和5年3月末までは現在の無料可燃ゴミ処理券も使用できます。また乳児用の無料可燃ゴミ処理券は4月以降も使用できます。次に燃えないゴミについて見ていきましょう。燃えないゴミはこれまで指定日にゴミステーションにそのまま出していただいていました。令和5年1月1日からは燃えないゴミ用の指定ゴミ袋で出してください。燃えないゴミについてはさらにご注意いただきたいことが2点あります。まず大きさについてです。燃えないゴミ用の指定ゴミ袋に入らないサイズのゴミは大型ゴミとして有料の個別収集または直接搬入となります。ただし傘については例外として柄の部分が出ていても回収します。2点目は発火性の燃えないゴミについてです。ライター、スプレー缶、モバイルバッテリーなど発火性の燃えないゴミは袋に入れずに新しく用意する専用容器に出してください。無料回収します。これら指定ゴミ袋はお近くのスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで購入でき、価格は燃えるゴミ第45リットル相当が1枚あたり50円、燃えるゴミ小25リットル相当が1枚あたり30円、燃えないゴミ第45リットル相当が1枚あたり50円、燃えないゴミ小25リットル相当が1枚あたり30円です。袋の料金は周辺市町とほぼ同じです。さて、こうした有料ゴミ袋方式はゴミの減量化の取り組みとして全国の自治体が導入しており、岐阜県内においてもほぼ全ての自治体が導入しています。そして先行導入の事例では、この取り組みによりゴミの排出量が約 8% 削減されています。また大垣市ではゴミの減量化のため生ゴミや草木などの堆肥化を促進しており、コンポストといわれる機材の購入に対する補助制度などを設けています。ゴミ減量のキーワードは 4R、 リデュース、ゴミになるものを減らす、リフューズ、ゴミになるものを断る、リユース、繰り返し使う、リサイクル、再生利用する。こうした取り組みにより、私たち市民の一人一人がゴミ減量化に努め、循環型社会を目指す必要があります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。大垣市からのお知らせでした。